天才モーツァルトは作曲のスピードが速いことでも知られていますが、1784年に6つのピアノ協奏曲を一気に書き上げました。その最後に書いたのがこちらのピアノ協奏曲第19番です。モーツァルト自身この曲は気に入っていたようで、1790年にレオポルト2世の戴冠式を祝した演奏会でも弾きました。で、後に同じ演奏会で弾いたピアノ協奏曲の第26番が戴冠式という、ね、ニックネームを持ったんですけれど、この第19番も第二戴冠式と呼ばれることもあります。第一楽章の第一主題はこちらです。このパンパンパランパンという行進曲風のはっきりしたリズムが全体を支配しています。で、戴冠式の祝典にもふさわしい高貴な感じがします。ただこれは私個人の解釈なんですけど、この楽章を通してすごい軽やかで、なんかこう爽やかな朝、窓を開けたら小鳥たちが楽しそうに鳴いているというようなイメージも湧くんですね。で、なんで小鳥を連想するかというと、この楽章ではフルートがすごい活躍します。で、フルートの音がこの小鳥の鳴き声にも似ているかなと思うんですが、冒頭からフルートがメロディを提示しますし、要所要所で重要な役割、モチーフを担当しています。なので、もちろんピアノ協奏曲なのでピアノが主役なんですけど、フルートに注目しながら聴いてみるのも面白いかなと思います。こちらが第2主題です。どちらかというと女性的で優しく落ち着いた感じがします。で、今のはオーケストラが弾く部分で、この後すぐにピアノが呼応するんですけど、モーツァルトお得意のちょっと音を変えたり足したり、こうバリエーション風になっています。すごい茶目っ気がありますね。展開部では少し激しくなります。で、この部分オーケストラがパンパンパンっていうそのモチーフを同時に弾くんですね。で、ピアノパートのこのモチーフは実はピアノ協奏曲第20番の第2楽章の中間部にとても似ています。1楽章の終わりにピアノソロによる華やかなカデンツァがあって、オーケストラが引き継ぐんですが、このオーケストラの最後のパートっていうのもやっぱり自分には小鳥を連想させます。これがカデンツァの最後ですね。第2楽章は破調長のアレグレットです。アレグレットというテンポ表示はアレグロよりやや遅く、でも中間のモデラートよりはやや早めなので、ピアノ協奏曲の第2楽章として使われるのは大変珍しいことなんですね。で、モーツァルトのピアノ協奏曲、そして交響曲の中でも、第2楽章にアレグレットを用いているのはこの曲ただ一つだけでした。でも表示は8分の6なので、8分音符3つを1拍として、
1,2,3,4,5,6 と数えるので、やはりゆったりめな感じはします。これが最初のテーマです。モーツァルトの時代の古典音楽だと結構4小節ごとにフレーズが進むんですけど、ここでは5小節ごとになってるんですね。でそれがこの途中の小さく奏でるティロロロンっていう部分が加わってるからなんですけど、試しにそれをなしに弾いてみます。これだと収まりはすごくいいんですけど、先が見えているというかきちっとしすぎて面白くない。でモーツァルトはこういったちょっとした仕掛けで聞き手にほら聞いてっていうような微笑みかけをよくやります。第2主題は単調で切なく歌われます。でもフレーズの終わりでコロッと調々に変わって、ここでもモーツァルトのお茶目な部分が見られます。もう一つこの楽章で面白いのはカノンが出てくるところです。でカノンというのは輪唱のことなんですけど、皆さんよくご存知のカエルの歌と同じように、全く同じメロディーが一小節ごとにずれて次から次へと出てくるんですね。でちょっと今2人分しか弾けないんですけど、こんな感じです。前半と後半に2回こういったパッセージが出てくるんですけど、ピアノが出るタイミング、そして掛け合いする楽器が変わるので、ぜひご注目ください。第3楽章はアレグロアッサイという生き生きとしてかなり速いテンポで弾かれます。こちらが第1主題です。またまたモーツァルトのチャーミングさ満載といった感じのテーマなんですけど、ひとしきりピアノとオーケストラがこのモチーフで掛け合いをした後、男性的な凛々しいテーマが出てきます。でこのモチーフを使ってオーケストラだけでフーガが展開するんですね。フーガというのはタイミングがずれて同じメロディーが出てくるんですけど、先ほどのカノンと違って始まりの音は統一されてないんですね。であと最初の何小節か、ある程度の音のは同じメロディーなんですけど、その後はそれぞれ違う旋律を奏でます。こちらもまたピアノ1台で実践するのが難しいんですけど、ちょっとトライしてみます。ここではオーケストラの弦楽器と管楽器の音域が似た楽器が組になって弾くんですね。まずは低音のチェロとファゴットが、同じメロディーを同時に出て、次にビオラとオーボエ、その次にバイオリンとフルートというふうに組になって同じメロディーを奏でるというのも面白いなと思います。
第2主題は第1楽章の第2主題と同じようにオーケストラがまずシンプルなバージョンで弾いて、その後ピアノがちょっとバリエーション風にこうします。ここからピアノで、ところでモーツァルトが生きた当時のピアノはピアノフォルテと言われますが、現代のピアノが88件あるのに対し1オクターブ以上狭く61件しかありませんでした。下のファの音から上のこのファの音ま で、この曲はヘ長調で叩かれているので主音のファはたくさん出てくるんですね。でもなぜだか最高音のファはたくさん出てくるんですけど、一番下のファは一度も出てきません。でその次のソの音が三楽章終盤のカデンザにたった一回だけ本当に一瞬出てきます。ここで、これもラの音なんですね。で余談になりますが、ベートーベンはとにかく最高音も最低音もジャンジャン鳴らしてこう行けるところまで行きたい、その音域もさらに超えていきたいというような思いで書いていたので、すごい対照的だなと思います。でこちらが有名な熱情ソナタの終わりなんですけど、この時ベートーベンが使ってたピアノは最高音がファではなくてドまで行きました。モーツァルトに戻りますが、このピアノ協奏曲の一番最後にも面白いモチーフが登場します。これどっかで聞いたことないでしょうか。オペラ魔笛の中のパパゲーノとパパゲーナのデュエットにすごい似てるんですね。このピアノ協奏曲第19番を書いてから7年も経ってから魔笛を書いているので、モーツァルト自身どれだけ意識したかわからないんですけど、このテーマモチーフをすごい気に入っていたことは確かなようです。でそしてパパゲーノさんはオペラの中で鳥を捕まえて女王に献上するという鳥刺しという役なんですけど、鳥の格好をしてるんですね。というわけで私はやっぱりこの協奏曲小鳥をイメージしてしまいます。以上、モーツァルトのピアノ協奏曲第19番の解説、聴きどころの紹介でした。ご清聴ありがとうございました。